俊恵さんは一人暮らしをしている85歳です。離れて暮らす娘の珠美さんが仕事がお休みの日に様子を見に来てくれています。二人が一緒にお昼ご飯を食べた後の話です。私昼ご飯食べたかね。今一緒に食べたやん。まだ私食べとらんごたる気のするけど、お腹空いとるもん。いやいや食べました。さっき一緒にうどん食べたでしょ。そうやったかね、食べとらん気のするばってね。この日は食べ足りなかったのかなぐらいであまり気にしていなかった珠美さんでしたが、同じようなことが何度も続きました。ちょっと珠美ちゃん、自分だけご飯食べて。お母さん先に自分食べ終わったけん片付けたでしょ。嘘言わんでよ、私ご飯食べとらんよ。もう嘘とか言いよらんやろ。おかしなこと言わんで。私はご飯食べとらんって。よっとに、なんでそげん意地悪かとね。たまみひどいやん。あこれはさすがに様子がおかしいと思った珠美さんはどう対応したらいいのか分かりません。インターネットで調べてみるといろんな相談先があることを知りました。その中で生き生きセンターに相談し対応策をアドバイスしてもらいました。ねえ珠美ちゃん、なんかもうそろそろご飯が食べらん。あら今さっき食べたのに。何しようとあんた。ごめんごめん。そうね、お腹すいたね。じゃあ準備するけ、何が食べたい？そうね、親子丼ぶりが食べたい。あ、いいね、私も食べたいって思いよった、うん、そしたらちょっと準備に時間がかかるけん、お菓子でも食べて待っとこうかね。ああ、そうね。お待たせ。お、ああ、お母さんの好きなのあった。ああ、本当ね。食べようか。認知症の方の言うことを否定すると、不安にさせてしまったり、イライラして怒らせてしまったりします。相手の気持ちに寄り添い、共感することで安心して落ち着くこともあります。食べてないと言われても否定したり怒ったりせず、そうだねと軽いお菓子などで気を紛らわすことも有効です。